どうも、わたるです。今回は先日購入した福袋に入っていたアラガール細赤クワガタのお引越しをしたいと思います。ではまず幼虫を持ってきます。今回使うマットはこちらの U マットです。アラガール細赤クワガタはあまり添加がない土の方がいいらしいです。こちら買ってきて3日ほど土を開けてガス抜きをしておきました。では土を準備していきます。はい、土が準備終わりました。アラガール細赤クワガタは少しマットの水分量は多めがいいそうです。では幼虫を出していきたいと思います。元気にしておこうかな。よ、食べたらかそうあるね。こちらが幼虫です。グラムを測っていきたいと思います。3? 怖いです。3マジで。ちょっとしてみひん。じゃあ新しいボトルに引っ越しさせます。マットの硬さは硬めでいいらしいです。このようにあと2匹も引っ越しさせていきます。2匹目に移ります。 3g ってめっちゃちっちゃいんで、ね、計らんでいいんじゃないかいなって思うよね。お、2匹目も元気です。こっちの方がでかそう。いやでもなんか頭がちっちゃいけど女の子それなんかさっきのやっぱり、うん、本当だ、ちっちゃい頭が、うん、4こっちの大きい 1g、 ちょっとだけちっちゃい、こっくらい、うん、いいよ。ではお引っ越ししていきます。はじめはこんなに潰して大丈夫かなって心配してましたが、意外と別の幼虫ですが平気でした。2匹目終了です。じゃあ最後の1匹を引っ越しさせていきます。最後はどっちだろうか。おお、でかくない？うん、立派。これ男の子かな。男の子かな。分からないけど。メスがいっぱい。6g。うん。これで3匹の引っ越しが終わりました。この後はこの子たちは。スマトラアオヒラタを飼っている部屋が18度部屋なので、そちらの部屋で保管して成虫になるのを待ちたいと思います。これで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。